今日がこの回があるって知ってたでしょ <laughs> もちろんですよめいちゃんがそれを言っちゃうとさその後なんか私が悪いんですか <laughs> そんなことないです僕が悪いですですよねはい。やっぱり現場であれだけの緊迫感があったものが映像になってもそれがまあ監督の編集だったりとか演出のおかげもあってなんだかすごくもっと緊迫感があるし緊迫感があるし少しこうシンジが出てくるあの穏やかなシーンは なんかもうふふ <laughs> って笑って見てるしすごく一視聴者としては純粋に面白いなと思いましたがこの二人はちゃんと見てるんですかね本当にねもちろんですよいやもうね,も,うねもちろんちもうねだいぶ前にあの見れる状況を作っていただいたんですけどね一、はい、ヶ月前ぐらいですかねどうなんですか見ましたかしっかり三話まで見ましたよほら <laughs> 全然見てないじゃないの八 <laughs> 話だからね あ、全部8話です。前半は8話ありますから。えー、はい、な、何話ですか。僕はあの今6話のえっ、ー、と20 2分、2> <laughs> さっき見てたて本話の22分目ぐらいまでは見てます。はい、今日がこの回があるって知ってたでしょ。<laughs> もちろん。ですろでしょ？もう見たくて見たくて <もう S 2> しょうがないんですよ。いや見たくて見たくての割にはだいぶいいとこで止めてるけどね。6話の22分。いろいろもう見たいけどもっていうところですよ。けどもね。 あとがすごい展開がね、長野さん、またありますね,ね、もう台本も読んでるんだから、気になって気になって見ちゃうはずなのに、3話で止めてるんですよ、腰を据えてみたかったってことですよね。というより、やっぱりこの作品って、<laughs> 携帯で見るのもいいですけど、僕、でかい画面で見たいんですよね。い訳してるよやいや、ここからですから、中川さんはどうでした <laughs> いやもう本当純粋に面白かったです。うん。あのめいちゃんがそれを言っちゃうとさ、その後なんかいろいろもちろんあの。何？いいや私が悪いんですかいやいやいや？そんなことないです。僕が悪いです。えー、ですよね。はい。続けてください。続けさせていただきます。<laughs> あのですね、はい本当にあのー、まあ僕今回 Netflix の作品。 初めて参加させていただいたんですけどもやっぱりこう現場立つ時も、まあ、どこかでこう世界で配信されるっていうことを頭に置きながらあの現場には立ってたんですけども完成したものを見させていただいて、まあ、このスケール感と映像のかっこよさ音楽のかっこよさ本当にぎゅっと詰まった、えー、この「御たら池炎上する」が出来上がっていまして。 うん、これは本当に世界の、えー、皆さんにお客様に見ていただきたいなと心から思いましたし、まあ、何よりやっぱり原作の漫画が本当にストーリーの構造組み立てが本当に素晴らしいのであの、まあ、なんか個人的にはやっぱりこれが実写ドラマとして生身の人間たちのドラマになることによってより、まあ、リアリティだったり お客さんたちがこう信じれるあの世界観になったらいいなというふうにあの取り組んでいたのではいぐっとお客さんも入っていける緊張感のあるドラマになったと思います。